怪人二十面相江戸川乱歩11最終回「種明かし」ですが私どもにはどうも訳がわからないのです。 あれだけの美術品をたった一日の間に偽物とすり替えるなんて人間技でできることではありませんまあ偽物の方は前々から美術学生かなんかに化けて簡単にきて絵図を描いていけば模造できないことはありませんけれどそれをどうして入れ替えたかが問題です全くわけがわかりません 会員はまるで難しい数学の問題にでもぶつかったようにしきりに小首を傾けています。昨日の夕方までは確かにみんな本物だったのだね。総監が尋ねますと、会員たちは確信に満ちた様子で、それはもう決して間違いございません。と口をそろえて答えるのです。すると、おそらく夕べの夜中あたりに、 どうかして二重面相一味のものがここへ忍び込んだのかもしれんねいやそんなことはできるはずがございません表門も裏門も兵の周りも大勢のおまわりさんが徹夜で見張っていてくだすったのです館内にもゆうべは館員さんと三人の宿直員がずっと詰めきっていたのです その厳重な見張りの中をくぐってあのおびただしい美術品をどうして持ち込んだり運び出したりできるものですか全く人間技ではできないことです。会員はあくまで言いました。バカラン実に不思議だ。しかし二重面相のやつ公言したほど男らしくもなかったですね。あらかじめ偽物と置き換えておいて。さあこの通り盗みましたというのじゃ。 10日の午後4時なんて予告は全く無意味ですからね刑事部長は悔し紛れにそんなことでも言ってみないではいられませんでしたところが決して無意味ではなかったのです明智小五郎がまるで二重面相を弁護でもするように言いました彼は同館長北浩二博士とさも仲良しのようにずっと最前から手を握り合ったままなのです ほう無意味でなかったってそれは一体どういうことなんだね警視総監が不思議そうに名探偵の顔を見て尋ねましたあれをご覧くださいすると明智は窓に近づいて博物館の裏手の空き地を指さしました僕が12月10日頃まで待たなければならなかった秘密というのはあれなのですその空き地には 博物館創立当時からの古い日本建ての館員宿直室が立っていたのですがそれが不要になって数日前から家屋の取り壊しを始めもうほとんど取り壊しも終わって小材木や屋根瓦などがあっちこっちに積み上げてあるのです古い家を取り壊したんだねしかしあれと二重面相の事件と一体何の関係があるのです 刑事部長はびっくりしたように明智を見ましたどんな関係があるか時期わかりますよどなたかお手数ですが中にいる中村警部に今日昼頃裏門の番をしていた警官を連れて急いでここへ来てくれるようにお伝えくださいませんか明智の指図に官員の一人が何か訳がわからぬながら大急ぎで海下へ降りていきましたが まもなく中村捜査係長と一人の警官を伴って帰ってきました。君が昼頃ろ裏門のところにいた方ですか明智が早速尋ねますと、警官は総監の前だものですから、ひどく改まって直立不動の姿勢で、そうです、と答えました。では、今日正午から一時頃までの間に、トラックが一台裏門を出て行くのを見たでしょう。はあ。 お尋ねになっているのは、あの取り壊し家屋の小材木を積んだトラックのことではありませんか。そうです。それならば、確かに通りました。警官は、あの小材木がどうしたんです、と言わぬばかりの顔つきです。皆さん、お分かりになりましたか。これが俗の魔法の種です。上辺は小材木ばかりのように見えていて、その実、あのトラックには、 盗難の美術品が全部積み込んであったのですよ明智は一度を見回して驚くべき種明かしをしましたすると取り壊しの妊婦の中に賊の手下が混じっていたというのですか中村係長は目をパチパチさせて聞き返しましたそうです混じっていたのではなくて妊婦全部が賊の手下だったのかもしれません 二重面相は早くから万端の準備を整えて、この絶好の機会を待っていたのです。家屋の取り壊しは、確か十二月五日から始まったのでしたね。その着手期日は、三月も四月も前から、関係者には分かっていたはずです。そうすれば、十日頃は、ちょうど小材木運び出しの日にあたるじゃありませんか。予告の十二月十日という日付は。 こういうところから割り出されたのですまた午後4時というのは本物の美術品がちゃんと底の倉窟に運ばれてしまってもう偽物が分かっても差し支えないという時間を意味したのですああなんという良い周到な計画だったでしょう二重面相の魔術にはいつもの時も一般の人の思いも及ばない仕掛けがちゃんと用意してあるのです しかし明智君たとえそんな方法で運び出すことはできたとしてもまだ族がどうして陳列室へ入ったかいつの間に本物と偽物と置き換えたかという謎は解けませんね刑事部長が明智の言葉を信じかねるように言うのです置き換えは昨日の夜更けにありました明智は何もかも知り抜いているような口調で語り続けます 賊の部下が化けた妊婦たちは毎日ここへ仕事へ来る時に偽物の美術品を少しずつ運び入れました絵は細く巻いて仏像は分解して手足首胴と別々にむしろ包みにして大工道具と一緒に持ち込めば疑われる気遣いはありません皆盗み出されることばかり警戒しているのですから持ち込むものに注意なんかしませんからねそして 頑造品は全部小材木の山に覆い隠されて夕べの夜更けを待っていたのですだがそれを誰が陳列室へ置き換えたのです妊婦たちは皆夕方帰ってしまうじゃありませんかたとえそのうち何人かがこっそり構内に残っていたとしてもどうして陳列室へ入ることができます夜はすっかり出入り口が閉ざされてしまうのです館内には 館長さんや三人の宿職員が一睡もしないで見張っていましたその人たちに知られぬようにあのたくさんの品物を置き換えるなんて全く不可能じゃありませんか館員の一人が実に最もな質問をしましたそれにはまた実に大胆不敵な手段が用意してあったのですゆうべの三人の宿職員というのは今朝それぞれ自宅へ帰ったのでしょう 一つその3人の自宅へ電話をかけて主人が帰ったかどうか確かめてみてください明智がまたしても妙なことを言い出しました3人の宿直員は誰も電話を持っていませんでしたがそれぞれ付近の商家に呼び出し電話が通じますので会員の1人が早速電話をかけてみますと3人が3人とも夕べ以来まだ自宅へ帰っていないことが分かりました 宿職員たちの家庭ではこんな事件の際ですから今日も留め置かれているのだろうと安心していたというのです3人が博物館を出てからもう8時間から9時間も経つのに揃いも揃ってまだ帰宅していないというのは少しおかしいじゃありませんか夕べ徹夜をした疲れた体でまさか遊び回っているわけではありますまいなぜ3人が帰らなかったのかこの意味がお分かりですか 明智はまた一同の顔をぐるっと見回しておいて言葉を続けました他でもありません3人は二重面相一味のために誘拐されたのですえ誘拐されたそれはいつのことです会員が叫びました昨日の夕方3人がそれぞれ夜勤を務めるために自宅を出たところですえええ 昨日の夕方ですってじゃあ夕べここにいた3人は二重面相の部下でした本当の宿直員は賊の巣窟へ押し込めておいてその代わりに賊の部下が博物館の宿直を務めたのですなんてわけのない話でしょう賊が見張り番を務めたんですから偽物の美術品の置き換えなんて実に造作もないことだったのです皆さん これが二重面相のやり口ですよ。人間技ではできそうもないことをちょっとした頭の働きでやすやすとやってのけるのです明智探偵は二重面相の頭の良さを褒め上げるように言ってずっと手をつないでいた艦長北浩二郎博士の手首を痛いほどぎゅっと握りしめました「うーんあれが賊の手下だったのかうかつじゃった」。 わしが迂闊じゃっう博士は白禅を震わせてさも悔しそうにうめきました両目がつり上がって顔が真っ青になって見るも恐ろしいふんぬの形相ですしかしどう博士は3人の偽物をどうして見破ることができなかったのでしょう二重面相なら知らぬこと手下の3人が 官庁にもわからないほど上手に変装していたなんて考えられないことです北王子博士ともあろう人がそんなにやすやすと騙されるなんて少しおかしくはないでしょうか回怪盗捕捕だが明智君警視総監は説明が終わるのを待ち構えていたように明智探偵に尋ねました 君はまるで君自身が二重面相ででもあるように美術品到達の順序を詳しく説明されたがそれはみんな君の想像なのかねそれとも何か確かな根拠でもあるのかねもちろん想像ではありません僕はこの耳で二重面相の部下から一切の秘密を聞き知ったのです今聞いてきたばかりなのですええな何だって え、君は二重面相の部下にあったのか一体どこでどうしてさすがの警視総監もこの不意打ちにはど肝もを抜かれてしまいました二重面相の隠れ家で会いました総監閣下あなたは僕が二重面相のために誘拐されたことをご存知でしょう僕の家庭でも世間でもそう考え新聞もそう書いておりました しかしあれは実を申しますと僕の計略に過ぎなかったのです僕は誘拐なんかされませんでしたかえって賊の味方になってある人物の誘拐を手伝ってやったほどです昨年のことですが僕はある日一人の不思議な弟子入り志願者の訪問を受けました僕はその男を見て非常に驚きました目の前に大きな鏡が立ったのではないかと怪しんだほどです なぜかと申しますとその弟子入り志願者は背格好から顔つきから髪の毛の縮れ方までこの僕と寸分違わないくらいよく似ていたからですつまりその男は僕の影武者として何かの場合の僕の替え玉として雇ってほしいというのです僕は誰にも知らせずその男を雇い入れてあるところへ住まわせておきましたがそれが今度役に立ったのです 僕はあの日外出してその男の隠れ家へ行きすっかり服装を取り替えて僕になりすましたその男を先に僕の事務所へ帰らせしばらくしてから僕自身は不老者赤い虎像というものに化けて明智事務所を訪ねポーチのところで自分の替え玉とちょっと格闘してみせたのです俗の部下がその様子を見てすっかり僕を信用しましたそしてそれほど明智に恨みがあるなら 二重面相の部下になれと勧めてくれたのですそういうわけで僕は僕の替え玉を誘拐するお手伝いをした上とうとう賊の巣窟に入ることができましたしかし二重面相のやつはなかなか油断がなくて仲間入りをしたその日から僕を家の中の仕事ばかりに使い一歩も外へ出してくれませんでした無論 博物館の美術品を盗み出す手段など、僕には少しも打ち明けてくれなかったのです。そしてとうとう、今日になってしまいました。僕はある決心をして、午後になるのを待ち構えていました。すると、午後2時ごろ、俗の隠れ家の地下室の入り口が開いて、妊婦の服装をした、たくさんの部下の者が、手に手に貴重な美術品を抱えて、ドカドカと降りてきました。無論。 博物館の盗難品です僕は地下室に留守番をしている間に酒魚の用意をしておきましたそして帰ってきた部下と僕と一緒に残っていた部下と全部のものに祝杯を勧めましたそこで部下たちは大事業の成功したうれしさに夢中になって酒盛りを始めたのですがやがて30分ほどもしますと1人倒れ2人倒れついには残らず。 を失ってて倒れししまいまいたなぜかとおっしゃるのですか分かっているではありませんか僕は賊の薬品室から麻酔剤を取り出してあらかじめその酒の中へ混ぜておいたのですそれから僕は一人そこを抜け出して付近の警察署へ駆けつけ事情を話して二重面相の部下の逮捕と地下室に隠してある全部の盗難品の保管をお願いしましたお喜びください 盗難品は完全に取り戻すことができました国立博物館の美術品もあの気の毒な草壁老人の美術場の宝物もその他二重面相が今までに盗みためたすべての品物はすっかり元の所有者の手に返ります明智の長い説明を人々は酔ったように聞き惚れていましたああ名探偵はその名に背きませんでした 彼は人々の前に公言した通り、たった一人の力で賊の倉窟を突き止め、すべての盗難品を取り返し、数たの悪人を捕らえたのです。明智君、よくやった、よくやった。わしはこれまで少し君を見誤っていたようだ。わしから厚くお礼を申します。警視総監はいきなり名探偵のそばへ寄って、その左手を握りました。 なぜ左手を握ったのでしょう。それは、明智の右手がふさがっていたからです。その右手は、いまだに、同博物館長の手と、しっかり握り合わされていたからです。妙ですね。明智はどうしてそんなに、同博士の手ばかり握っているのでしょう。で 二重面相のやつもその麻酔薬を飲んだのかね君は最前から部下のことばかり言って、一度も二重面相の名を出さなかったが、まさか狩領を取り逃がしたのではあるまいね中村捜査係長がふとそれに気づいて、心配らしく尋ねました。いや、二重面相は地下室へは帰ってこなかったよ。しかし、僕はあいつもちゃんと捉えている。明智は、 ニコニコと例の人を引きつける笑い顔で答えましたどこにいるんだ一体どこで捕らえたんだ中村警部が請求に尋ねました他の人たちも相関をはじめじっと名探偵の顔を見つめて返事を待ち構えていますここで捕まえたのさ明智は落ち着き払って答えましたここでじゃあ今はどこにいるんだ ここにいるよ「ああ明智は何を言おうとしているのでしょう」「僕は二重面相のことを言っているんだぜ」警部が気源顔で聞き返しました「僕も二重面相のことを言っているのさ」「明智がオウム返しに答えました」「謎みたいな言い方はよしたまえ」 ここには我々が知っていいる人ばかかりじゃないかそれとも君はこの部屋の中に二重面相が隠れているとでも言うのかねまあそうだよ一つその証拠を目にかけようかどなたかたびたびご面倒ですが下の応接室に4人のお客様が待たせてあるんですがその人たちをここへ呼んでくださいませんか明智はまたまた意外なことを言い出すのです。 会員の一人が急いいで下へ降りていきましたそして待つほどもなく階段に大勢の足音がして4人のお客様という人々が一堂の前に立ち現れましたそれを見ますと一座の人たちはあまりの驚きに「おっ!」と叫び声を立てないではいられませんでしたまず 4人の先頭に立つ白髪・白膳の老心死をご覧なさいそれは紛れもない北工事文学博士だったではありませんか続く3人はいずれも博物館員で昨日の夕方から行方不明になっていた人々ですこの方々は僕が二重面相の隠れ家から救い出してきたのですよ明智が説明しましたしかしこれはまあどうしたというのでしょう 博物館長の北浩二博士が2人になったではありませんか一人は今開花から上がってきた北浩二博士もう一人は最前からずっと明智に手を取られていた北浩二博士服装から顔形まで寸分違わない2人の老博士が顔と顔を見合わせて睨らみ合いました皆さん二重面相がどんなに変装の名人かということが お分かかりりになりましたか明智探偵は叫ぶや否や今まで親切らしく握っていた老人の手をいきなり後ろにねじ上げて床の上に組み伏せたかと思うと白髪のかつらと白いつけひげとを難なくむしり取ってしまいましたその下から現れたのは黒々とした髪の毛と若々しい滑らかな顔でした言うまでもなく ここれこそ正真正銘の二重面相その人でありました。<laughs> 二重面相くん、ご苦労様だったね。最前から君はずいぶん苦しかっただろう。目の前で君の秘密がみるみる暴露していくのをじっと我慢して、何食わぬ顔で聞いていなければならなかったのだからね。逃げようにも、この大勢の前では逃げ出すわけにもいかない。いや、それよりも僕の手が。 手錠の代わりに君の手首を握り続けていたんだからね手首が痺れやしなかったかいまあ勘弁したまえ僕は少し君をいじめすぎたかもしれないね明智は無言のままうなだれている二重面相をさも哀れむように見下ろしながら皮肉な慰めの言葉をかけましたそれにしても官庁に化けた二重面相はなぜもっと早く 逃げ出さなかったのでしょうべのうちに目的は果たしてしまったのですから三人の替え玉の会員と一緒にさっさと引き上げてしまえばこんな恥ずかしい目に遭わなくても済んだのでしょうにしかし読者諸君そこが二重面相なのです逃げ出しもしないでずうずうしく居残っていたところがいかにも二重面相らしいやり口なのです彼は警察の人たちが「 偽物の美術品にびっくりするところが見物したかったのですもし明智が現れるようなことが起こらなかったら館長自身がちょうど午後4時に盗難に気づいた風を装ってみんなをあっと言わせる目論みだったに違いありませんいかにも二重面相らしい冒険ではありませんかでもその冒険が過ぎてついに取り返しのつかない失策を演じてしまったのでした さて明智探偵はきっと警視総監の方に向き直って「閣下では回答二重面相をお引き渡しいたします」と「四つ目らしく言って一礼しました」一同あまりに意外な場面にただもうあっけに取られて名探偵の素晴らしい手柄を褒めたたえることも忘れて身動きもせず立ちすくんでいましたがやがてハッと気を取り直した中村捜査係長は。 つかつかと二重面相のそばへ進み寄り用意の鳥縄を取り出したかと見ますと見事な手際でたちまち族を後ろ手に戒めてしまいました「明智君ありがとう君のおかげで僕は恨み重なる二重面相に今度こそ本当に縄をかけることができたこんな嬉しいことはないよ」。中村係長の目には感謝の涙が光っていました。 それでは僕はこいつを連れて行って表にいる警官職を喜ばせてやりましょうさあ二重瞑そ立つんだ係長はうなだれた怪盗を引き立てて一度に会釈しますと傍らに佇んでいた最善の警官とともにいそいそと階段を降りて行くのでした博物館の表門には十数名の警官が群がっていました 今しも建物の正面入り口から二重面相の縄尻を取った係長が現れたのを見ますと先を争ってそのそばへ駆け寄りました「諸君喜んでくれたまえ明智君の尽力でとうとうこいつを捕まえたぞこれが二重面相の狩領だ」係長が誇らしげに報告しますと警官たちの間にドッと時の声が上がりました 二重面相はみじめでした。さすがの怪盗もいよいよ運の月と観念したのかいつものずうずうしい笑顔を見せる力もなくさも神妙にうなだれたまま顔を上げる気さえありませんそれから一度、俗を真ん中に行列を作って表門を出ました門の外は公園の森のような子たちですその子たちの向こうに二台の警察自動車が見えますおい 誰かあの車を一台ここへ呼んでくれたまえ係長の命令に一人の警官が警棒を握って駆け出しました一同の視線がその後を追って遥かの自動車に注がれます警官たちは俗の神妙な様子に安心しきっていたのです中村係長もつい自動車の方へ気を取られていました一説な不思議に人々の目が俗を離れたのです 賊にとっては絶好の機会でした二重面相は歯を食いしばって慢心の力を込めて中村係長の握っていた縄尻をパッと振り離しました「うん待て!」係長が叫んで立ち直った時には賊はもう1 0ルほど向こうを矢のように走っていました後ろ手に縛られたままの奇妙な姿が今にも転がりそうな格好で森の中へ飛んでいきます 森の入り口に散歩の帰りらしい10人ほどの小学生たちが立ち止まってこの様子を眺めていました。二重面相は走りながら「邪魔っ気な小僧どもがいるまい」と思いましたが森へ逃げ込むにはそこを通らぬわけにはいきません。なあにたの知れた子供たち俺の恐ろしい顔を見たら恐れをなして逃げ出すに決まっている。もし逃げなかったら蹴散らして通るまでだ。 賊はとっさに思案して構わず小学生の群れに向かって突進しましたところが二重面相の思惑はガラリと外れて小学生たちは逃げ出すどころかわっと叫んで賊の方へ飛びかかってきたではありませんか読者諸君はもうお分かりでしょうこの小学生たちは小林義雄君を団長にいただくあの少年探偵団でありました 少年たちはもう長い間博物館の周りを歩き回って何かの時の手助けをしようと手ぐすね引いて待ち構えていたのでしたまず先頭の小林少年が二重面相をめがけて鉄砲玉のように飛びついていきました続いて橋場掃除少年次は誰次は誰とみるみる賊の上に折り重なって両手の不自由な相手をたちまちそこへ転がしてしまいました さすがの二重面相もいよいよ運の月でした、はああありがとう君たちは勇敢だね駆けつけてきた中村係長が少年たちにお礼を言って部下の警官と力を合わせ今度こそ取り逃がさぬように賊を引っ立ててちょうどそこへやってきた警察自動車の方へ連れて行きましたその時門内から黒い背広の一人の紳士が現れました 騒ぎを知ってて駆け出してきた明智探偵です小林少年は目早く先生の無事な姿を見つけますと狂気の叫び声を立ててそのそばへ駆け寄りました「おお小林君明智探偵も思わず少年の名を呼んで両手を広げ駆け出してきた小林君をその中に抱きしめました美しい誇らしい光景でしたこの羨ましいほど親密な先生と弟子とは 力を合わせてついに怪盗逮捕の目的を達したのですそしてお互いの無事を喜び苦労をねぎらいあっているのです立ち並ぶ警官たちもこの美しい光景に打たれてにこやかにしかししんみりした気持ちで二人の様子を眺めていました少年探偵団の10人の小学生はもう我慢ができませんでした誰が温度を取るともなく着せずしてみんなの両手が高く 空に上がりましたそして一度かわいらしい声を揃えて繰り返し繰り返し叫ぶのでした「明智先生バンザーイ!」「小林団長バンザーイ!」